花見山守会代表の高橋真一と申します。よろしくお願いします。もともと花見山守会、今から、実は10年くらい前からも立ち上げたんですけど、あのクリアップから始まって、ですけど、ここ花木農家さん、15、6軒の花木農家さんで成り立ってるんです。高齢化がどんどん進んで、後継者もの問題もあって、どんどん実は一生懸命やってた農家さんがだんだんやれなくなってきてるっていうのが現状で、ボランティア活動も何でもそうなんですけど、ニーズに合わせていかなきゃなんないっていうこともあるので、最初はクリアップ活動から始まったんですが、農家さんを守っていきたいっていう形も盛り込んでおるので、我々も農業に携わって花木農家さんをお手伝いしていこうっていうことで、草刈りをやったり、農道を整備したり、ある意味で農家さんのやれないところをお借りして、花木農家として我々もちょっとお手伝いしていこうっていう活動をずっとしてきてるんですよ。その中で観光地福島のシンボルになってますので、観光客の思いと生産者、要はこの花見山周辺の方々の思いっていうのが、実はギャップが生じてるんですよ。っていうのは農家さんからしたら、観光客来て畑に入って写真を撮る何のメリットもないわけですよね。花を切って生活を営んでるところなので、観光客とはちょっと全然関係ない、そのギャップがあるっていうのを埋めていこうと。例えば観光客が来たら、素晴らしい綺麗な風景を見て、4月になると素晴らしい桃源郷がこう山々を桜で埋め尽くすんですけど、畑に入ってくるいろんな混雑しますので、住民の方々もある意味で悪い言い方すると迷惑っていう形なんだけど、それをちょっとでもこうフォローしていきたい、ボランティア活動も支援したい人と支援が必要な人のつなぎをしていくのと一緒なので、そんなところを私らがフォローしていこうっていうことで、今も日々変化をしながら活動しております。